のカメラですお願いいたしまヒロ、えー、さんあの、マクドナルドのです、ねうん、思い出を、えー、ありましたらです、ね、教えていただきましょうか私は家族であの子どもの頃土日に必ず朝、マックを食べに行ってたんですねで、マックがもう、すっごい本当に大好きで、今もあの撮影の合間とかに、ちょっとこうお弁当が続いたりとかして。 自分の好きなものを食べたいなと思ったときにマックに行ったりとかなんか家族と行った思い出が一番大きいんですけど今はなんかこう自分のコンディションを整えるじゃないですけどさっきも言った好きなものを食べたいなっていうときにマックを選ぶことがすごく多いのでなんか今は支えてもらいながら子どもの頃は家族で休日に朝マックを食べに行くっていうのが。 すごい楽しみにしてた一つだったので、そんな思い出があります。えー、そしてまあ、十、え、四、ー、歳からまあ二十代前半はですね、俳優としてひろロさん突っ走ってきたと思われるんですが、はい、今月二十五歳になってですね、どんな二十代後半を過ごしていきたいですか、えー。なんですかね、なんかこう周りにこう,こう心遣いがあのー。 できる、なんかこう自分以外のことでちょっとこう余裕が心のゆとりがあるか女性っていうのは私の周りの先輩方にもものすごく多くてなんかすごくその姿に憧れたり救われたりすることが本当に多いのでなんかそんなような女性になれたらいいなというか自分のことだけじゃないことでなんかこう。 エネルギー使ったら、頭を使ったりなんか考えれる人にでいたいなというなんか目標ではないですけど憧れとしてはいありますねありがとうございますそして最後の質問となります、えー、つま、えー、冷たいフラッペが美味しい夏が始まりますが今年の夏にですね広司さんがやりたいことは何かありますでしょうか。 あのー、旅行、あんまりアウトドアではなくて遠出とかあんまり得意ではないんですけどちょっとだけ最近、遠くへに行ったときにあこんなにリフレッシュされるものなんだと思って割とすぐ帰りたくはなったんですけどあの去年からプールにプライベートで入ってみたいってずっと言っててなんか友達と。 なんかこうプールがあるところになんか行けたらいいねとか言って一緒に水着とか買ってたんですけど使うこと一切なかったので <laughs> 今年こそなんかプライベートでプールに入るって子どもの時以来してないなと思ってうんそんなこともアクティブなこともできるこう時間プラスちょっとその気分転換で旅行みたいなことも。 友達同士でしたら楽しいだろうなと思って、うん、いいなというか今まで避けてきたことだったので今 <laughs> 年こそ,、まあ、その25歳になって20代後半に入ってきた時になんかそういう,こうリフレッシュの仕方って大人だなってずっと思ってたので <laughs> なんかやってみてもいいかなってちょっと思える、はい、ことがありますありました。 ありがとうございます。代表質問以上となります。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。